はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテストでお届けしている30分番組です。はい、今日も今週も、お二人で、お二人で去年ですけどね、12月の12日に、開催しました、抱っこ育児コミュニケーター講座セミナーコース終了記念10分セミナー発表会と、無事開催できましたので、そちらの、レポートをお届けしようと思います。ケイちゃんはね、1回目に引き続きコメンテーター、ありがとうございます。ありがとうございます。また今回もいい感じのコメントをいっぱい、ホガノートを使って欠かせない、面白かったのが、岩見直子さんが写真でね、カメラマンで入ってくださったんですけど、そのカメラ、1枚目の全体写真でケイちゃんが一生懸命こうやって線を引いてる線引く忘れてたみたいな線引こうやって引いてるところがちょうどバッチリ写ってるっていうね、あれ面白かった必死やっぱ、一番前の席ですね、もう今まさに引いてますっていうところがうまいこと映ってたっていうそうなんですけど、どうだった？いや今回ももう素晴らしかったですけど、抱っこというテーマでこんだけみんな違う、テーマというか、対象者というか、元年なってバラエティがすごい、なんかケイちゃんなんかもう1回目も聞いてるから、いわゆる 9個聞いてるわけだもんね、私の見れば10個聞いてるわけだもんね、そうですよ、みんな違うし伝えたいことが違う、ただ抱っこのその効果の元となるものはここですよとかっていうのにはブレがなく、でやっぱり私の抱っこセミナーを聞いてくださってたりとか、あとはブログを読んでくださってたりとかして、それの中の話がちょっとずつ出てくるから、きっとこの人はここにすごいこう気持ちがねいたなっていうのが私も分かってすごい面白いのよね、誰だったかな、誰かが言ってた、子供っていうのは、心と体でそうやって触れる、ママに触れると安心するんだっていうのを、は知ってるんですよっていう話をしてくれた人は、そこにすごいこう共感できたんだろうなとか、なんかそういうのが分かって私的には面白かった。そこをこう気になって掘り下げていくのかがみんなによって違うっていうのが面白かったね。本当に違うので、またね、メインではちょっとお詳しめにお話をしたいと思います。セナナンバー、セナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。セナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、ね、終わってから皆さんやっぱりそうやって本当に6人全然違うんですねっていうのは参加者も言ってたもんね、参加者というか発表者だから、その抱っこ育児コミュニケーターの人たちも言ってたのよ。自分ののは分かってても他の人たちは分かってないから、本当にこんなに違うんだって。そっか、みんなはみんなで初めてそれぞれが聞くから、そうあ、本当に違うんですねって、言ってたからでしょっつって、でもね、1人目とか、そうで、くじ引きをね、したんですよ、前回1回目はあの場でじゃんけん3人だったから、じゃんけんで決めて、で今回もじゃんけんしようかなと思ったんだけど、6人でじゃんけんで順番決めるってそれは時間長い、時間足りんなと思って、私の名刺、前使ってた名刺の裏に 1から6番まで番号書いて、でそれを封筒に入れてピャってこうやってどれ引くかって、皆さんそれだけ言って、で1番目が竹内幸恵さん、子育てをちゃんとしなきゃと思うなら、さあ抱っこしようっていうタイトルなんですけど、もうね、第一声の時に、練習めっちゃしたなっていうのが分かった。この当日、で本人トップバッター引きたかったっていうか、そうなんだって。だからなんかそのほら、私とか逆にいや一番いいやって思う方だけど、結構ね嬉しかったみたいで、で第一声の時に、第一声じゃないか、最初はねちょっと自己紹介みたいになるから、その後か、でも本当にね最初からめちゃめちゃ堂々としてたから、
かなり練習したなって、うんうんうん、すっごい分かった、うんうん、だからすぐめっちゃ練習したねって言って、うんうん、いたしましたって言ったから、すごいなんかトップバッターであれはすごいなって。そうですね、緊張しますよね、場を ねそう、何だけの人がね見てる、だいたい二十何人かな、22、23か22、21か2かいたから、うん、そらね、で真正面で私がこんなってさ、こんなって見てるからまあ後ろですけどね、後ろなんですけど、うん、タイムキーパーをしてるのでね。でも、うん、あれはすごい良かった。で、まあね、内容はあんまり詳しくは言わないですけど、うん、まあね、彼女流子育てというのがね、はい、インパクトがね、あったでしょ。そういうとあかんの？まあ、そうだな、どうなんだろうな、まあ、内緒にしとこうか、内緒にしとこうか私的にはもうそこがすげえ面白くて、うん、そこがって言っても全然伝わりませんけど、まあ、結局ね、男の子を、うん、きちゃんと育てないと、うん、男の子だからなおさらきちんと厳しめに育てないと、うん、この子たちの将来あかんくなるって思って子育てをしてた人だから、うんうんうん、ね、まあそれをあるね、ことわざに例えてお話をそ うまいこと言うわでしょで、思ったのがもうそれはだから、全然話の流れがうまいことできてたでしょ。あれ私何にも言ってないから、すごいなって思ったの。面白かったでしょ。ちゃんとなんかまあ起承転結ではないけど、でもちゃんとあ、ここにつながるんだみたいな、うん、そうだからなんか反省する場所でもあったところが、うん、いや実はそれでもよかったやん、うん、みたいな、うんうんうん、なんかね、誰も苦しまない感じの、うんうん、そう、はい、内容でよかったし、あれはね、話の流れもうまかったし、最後にもう一回戻すみたいな、うん、そう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 、あれはちょっとイオンって思ったうまかったなって思ったし、まあ、私はあれですよ、うん、可愛いでしょ、はい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 、笑って欲しかった。あー、なるほどね、それも緊張してるからさ、めっちゃ言うたけど、そこ緊張してるからさ、可愛い笑顔、うん、でも声も綺麗ですね。もう笑えだからきっとまたほらね、それこそまあ今回は10分しかない、そうそう、しかもね、時間私が後ろでタイムキーパーしてるから時間伸ばすわけいかんっていうのがあったから、まあ、大変やったと思うけど、でもこれが前は60分とか90分とかで、それこそね、参加者さんとまたこう絡みながらとかできたら、まあ、やっぱり絶対笑顔が、ね、うん、ニコニコしてやってごらんなさいですよ。みんなすごいね、いいやろなと。ほんでちゃんとまあ、だからみんな関西弁がまた可愛いからね、うん、いいなって、うん、私喋っちゃったらエサ関西弁になっちゃうんですよ。そうですね、いいなと思いました。でも練習すごい頑張ったんだろうな。ですぐにまたね、ラジオトークもされているので、ラジオトークでね、そのレポートというのかも上げてて、はい、でみんなやっぱりブログもちゃんと書いてるんで、うん、面白かったなと。はい、ね、また抱っこセミナーね、ぜひしていただければと、はい、思っております。で、ね、2人目が、五十嵐夏美さん。はい、夏美さん、そのね、抱っこで育む生きる力、文部科学省新学習要領より。はい、なんかね、難しいの来るなって思ったけど、私ちょっとすいませんね、方眼ノートに一瞬だけ持っていかせてください。方眼ノートが2020年 の, そのあそっかここ学習のね、あれが変わるっていうところでめっちゃリンクしたんですよ、うん、でそこの話をしてくれたので、抱っこと方眼ノート組み合わせたらめっちゃいいやみたいなのをちょっと話聞きながらずっと自分の頭の中で考えてしまうっていう、コメンテーターとしてあるまじき行為を仕掛けるっていうぐらいの、うん、情報量でしたよね。なるほどね、うん、でもやっぱこう目の付けどころというのかがやっぱりなんか夏美さんらしいというか、うん、で実際だから場でも言ってたけど、はい、私の話を聞いて抱っこし始めたわけでも何でもなかったからね悩んだことないんですよ。そう、彼女のはね、悩んだことがないって言って、うん、ね、尾崎智ちゃんを泣かすっていうね、うん、泣かすわけじゃないけど、一期生の最初の時にそういう話をみんなでした時に、うん、ともちゃんとかほらね、子育てで悩んで悩んでっていう話してたのに、私悩んだことないですって言って、ってみんなでこんな人がいるんやっていうね、状況を作った人だから。なるほど、なるほど。でだから結構ね、悩ん苦労したとは思う、今回のこのセミナーを作るにあたり、うん、やっぱ私はほらノウハウ入れてとか、はい、自分の体験談入れてっていうの必ず絶対言うから、うんうんうん、そこできっと夏美さんはそこはちょっと苦労したと思う、実体験としてのね。そうそう、だから他の人たちもほら抱っこして変わりましたっていうのがあるから、はい、ね、そこを言えるんだけど、夏美さんは別に最初からやから、うん、それは言えられないし、うん、
なんならほら資料だけの話になりそうでしょ、うんうんうん、そこを最初はそんな感じだったんだけど、はい、そこをなんとかじゃあ自分はそのじゃあ秋田出身っていうのは、うんうん、で どうして秋田出身だったらそうなるのっていうのをずっと聞いてて、うん、まあまあなんかそこ面白かったですよね。だから全部データ発信だから、うんうんうん、なんかあだからなの、うん、みたいなところがすごい面白かった、うんうん、まあ、だからねそれこそ子育てに悩みっぱなしのママにとってみたらあそういう下地があったのからこの人悩みがないんだっていう、うんうん、まあ安心材料にもなるここにはなかったからそう、うんね、私にはそんな安心材料なかったのよっていうね、うん、のがあるから、うん、でもまあ、まとめ方もそうだし、うん、あとまあパワポの作り方あのね、うん、あの最初の表紙がねあのバーンって青バーンって聞くる感じの多分他の方とはちょっとまたテイストが違って個性があって、うん、面白かった、まあ、しゃべり、はい、あのあんまりね私喋り慣れてると思ったら、うん、あんまり喋り慣れてないんだってへなんかしゃべ他の人にいけいけって言って自分はこっちであの、うん、なんていうかなあのサポートっていうか、うんうん、あの命令出す方あなるらしくて、うんあんまり喋り慣れてでもまあまあねちゃんとやっぱマイク持って喋り出したら、うんうん、でやっぱり思ったのが、まあ、夏美さんもそうだし夏美さんもそうだけど自分の体験とか、はい、あと子供がこう言ったとか自分がこう言ったっていうその言った口調が入ると、うん、そこからまた気持ちがバンって乗るんだよね。あ確かに、うん、なんかそれも、まあ、結構最後の方にね、うん、あの自分の娘さんの口真似をした時とか、うん、結構あ気持ち入ったなっていうのはあったのでまあこれがまた60分90分バージョンになったら、ね、もっとだからかなり削ったのデータ的にはあ、うん、本当に削ったからそれもっと入れたらなんかお父さんにはすごいいいと思うとかいいですよ、ね、とかまあまあそれこそね学校関係とかね、うん、ママではなく相手がそういうね、うん、もうちょっと、ね、あのデータ的に欲しいっていう人たちが対象をね、うん、変えていけばそうそうただ全然すごくいいと思う、はいうん、なんかぜひねまあ、それこそ今もでももうね子育て研究会の方でそういうつながりもいっぱいめちゃめちゃつながりいっぱい持ってる人なので、うんうん、ぜひね役に立てていただければと、はいはい、思います。で次が、はい、山口幸子さん言っていいのかなあの途中でね、うん、あのまあまあわーママらし、らしい、うんあのま、エピソードねエピソードねそうあってあのうまいこと私動画では切ってるんでつながってますけどねっていう、うんうん、言ってもいいかなあのね途中で本当にあのリアルで10分の間にリアルにあの学校から息子さんの学校から電話がかかるっていうびっくりってやつですね。そうあのでも私分かったあの、うん、なんかあったなっていうのは分かって、うん、ほんでもうちょっと上の空になったもん、うん、ほんでしばらくして止まったから、うん、ああはいはいみたいなああなるほどですねあの、タイトルが何だっけ、うん、まあ、働くママのごめんねがいつもありがとうに変わるとき、うん、かっこいいタイトルの付け方してるで、まああのもう復職して、うん、あの子供産んで復職して5年、うん、フルタイムでずっとね働いてるから、うんまあ、やっぱり思うように抱っこを、ね、してあげなきゃと思ってるけどできないっていう、うん、で罪悪感を感じてたのが、はいまあ、今抱っこセミナーに来てくれたことで、うんまあ、その罪悪感が取れて、うん、でやっぱり今すごくいい感じでいけてでも最後にやっぱりその働くママに向けて言ってた言葉が、うん、あ力強いなと思ったのが、うん、その働あのね両日ができなくなった時に辞めるんじゃなくて働き方を変えるっていう勇気を持ってほしいって最後に言ってたのが、うん、あやっぱりそうやって、まあ、働き続けてるからこそ言えるし、うん、であとパソワパソって言って、うん、働くママたちとの座談会とかもしてるのねリアルな声を聞いてあるんですねそうそうだから、まあ、そういう中でねきっといろんなママたちの悩みとかも聞いてると思うから、うん、やっぱりそういうの言葉がこう力強くね、うん出るだろうなってキャリアコンサルタントあそうそうそうキャリアコンサルタントだから、ね、やっぱりそういうね働くママが働くことにすごくやっぱり協力をしていきたいっていうね思いが、うん、すごく伝わってね、うん、働くねママってこう関わる時間が短いからとかってね、うんうんうん、悩んでる人も多いからそうそうそうねでやっぱりでも真面目だからさやらんそう例えばねあの何かでも言ってたけど母子手帳に書かれてる時だから抱っこはしなあかんのやと思ってるっていうね、はいうん、いやで別にしないのねしたい時だけすればいいよっていうのはなんか目から鱗だったみたいな、うん、
やっぱりそういう、まあ、真面目さもあるからね。ありますよ、あの検証炎、うん、そう言ったらあかんのこれ。いや言うて、それは全然いいんじゃん言っていい、うん、もう検証炎なるほど抱っこしてんのにまだ抱っこが足りてない状態ですね。抱っこしなきゃって思ってたっていうね。そうでも思い出した、確かにね1回目のね抱っこセミナーに来てくれた時確か本当両手にねなんかしてたしてた、うん、大丈夫みたいな、うん、してた。だからねその時からしたら本当にね人が変わってるのよね。へー、全然、うん、違う、明るくなる、うん、かなりなってるのよ。だからやっぱり子育てってさ、そういうなんか子育てってね、うん、そういうなんかさ、なんかママの感じを変えるよね。変える変える、やっぱ悩みがないとなるとやっぱりいい風にね、うん、ママたちも変わるんだなって思いました。はい、で次がミワさん、西郷ミワさん、これはもうね絶対広めるし、広めてほしいし広まるだろうなっていう内容、うん、あの不登校が心配なママのための抱っこセミナー、はい、学校行きたくないが怖くなくなるたった2つの、はい、これは気になるママたち多いよね。多いと思うし、何もコメントすることがないよなっていうぐらいうん、うん、なんかはあ、そうやんな、うん、そうやんなっていう感じ。そうでも本当にあの、うん、な確かに学校行きたくないっていう一言で、うん、どんだけママダメージ受けるかっていう話なのよね、うんうん、もうそれでなんだけど、それこそね美和さんのところはもう今ね小6のお兄ちゃんも下のね弟くんももうあ下の弟くんは学校には行ってるけど、うん、あのね給食が嫌でベッド持って行ったりとかしてるって、うんうんうん、で上のお兄ちゃんもねすでに、1年半ぐらいかな 1年3ヶ月か、うん、はもう完全不登校だって、はい、いうことで、でも明るかったでしょ。明るかった、うん、でもねあのそう他の話そういう話してるとねやっぱね学校の先生とかが、うん、お母さんそんなに無理してその明るく振る舞わなくてもいいです的なこと言うんだってあ普通やでいい、そうお母さん大変でしょ大変でしょっていう目で見られるんだって。でも美和さんはあんなんだから、いや全然みたいな笑ってますよって言ってるのに向こうが信じてくれない、うん、無理してるんやってって思われてるって、うん、でも本当にあんな感じだから、うん、まあやっぱりでもそれも美和さんも実は私の抱っこセミナーを聞いて抱っこし始めた人じゃないの、うんうん、元からしてる人なの、うんうん、やっぱりそういうのでどうやってやっぱり彼女の中にはもうそういう自分は大丈夫とか、うん、うちの子は大丈夫とか思えてたんだと思う、はい、うん、それだからなおさらねそういう自己肯定感を上げるための抱っこと、うん、あと共感の話結構うなずけなかった、うんうんうんね、そう思った。そうあれもあ私もおおなるほどって、うんね、あの共感をするっていうのが大切だけど、うん、今ね、うん、ママたちがきっとそのよくあるあー行きたくないよねっていうのは実は共感ではないよっていうね、うん、内容、まあ、詳しくはねぜひ見てほしいのであれですけど、はい、じゃあ共感じゃなくて何みたいなね、うん、すごくなるほど、うん、あれはあの彼女はあと勇気づけの子育て、はい、アドラー心理学もされているので、うんまあ、やっぱそういうところからねあとがそういう、まあ、語りかけ的なこともお勉強されているので、まあ、最強っちゃ最強なんだろうなって、うんそうね、何もコメントす何その特に何か言うこともないぐらい、うん、みんな知ったらいいやんなってほんまに思いますよね。ああああでも本当そう思う。だからね学校行きたくないってね、うん、私が学校行きたくない子やったし、うちの、ね、次女とかも行きたくないって言ってた時があったから、うんうん、もうすごい分かるしね、行きたくないっていう気持ちも、うんうんうん、うちなんかだからずっとうちね、そうそう、それこそね今動画編集してるんだけど、はい、動画編集してるからこういう資料をね、うん、あのそれこそみんなが作ってくれた資料、うん、作ったってあのねパワポの資料とか置いてるんだけど、はい、パッてその美和さんの表紙を見て、うん、うーんってまあうちお母さん心配してないもんなって言われて、うん、うんうんっていう、うん、まあ大丈夫って思ってるからねっていう、なんか子供もそうやってね思って親がそう何こう右往左往しないでる、うちの親はしないっていうのが分かってるっていうのも子供にとってもね、そうですよ、 お母さんが心配されすぎるとめっちゃ怖いから子供って、まあまあね、経験者ね、なのでなんかそういうのでもきっとこれ広まるとね、おもおもで最後にちゃんとまたね、うん、それこそ学習なんとか、うん、教育なんとか法で学校に
その行くっていうのがもう当たり前ではなくなってるんだっていう、うん、そういうそれこそまたデータも入れてくれたからね、うん、データというかそういうねちゃんとした国の、うん、国が定めてますっていう、うん、やっぱりだからそういうほらお勉強もちゃんとしてるのよね、うん、すごいねすごいねみんなすごいもうすごいなと思います、うん、はい。さああと残り2人いるんですけど、うん、はい、どうしようかな次回、うん、次回もじゃあちょっとダコの話繋いじゃおうか、うん、じゃあ次回ねあとが誰だ、リカさん久保リカさん、働くママじゃあ、うん、ママの働き方応援隊の、はい、タツノコの代表されている久保里香さんとあと、岡山から、ね、今回発表者で来てくださいました、うん、高橋美沙子さん、ね、このお二人の話をじゃあまた来週ということで、うん、ゲームをいや嬉しいだから動画編集してるのね今私、はい、うんうん、なんかねどこも切りたくないのよですよね。そうあセミナーの内容もあのねセミあのダイジェストダイジェストに一応してるの、ね、まあ私の告知用に、うん、まあでもみんなにはまたそうやって切って渡したらみんなが今度抱っこセミナーする時に使えるだろうな と、ね、というのもあって、はい、一応その一人の部分が3分ぐらいにまとめて、うんうん、まあでも3分だから3分の1入ってはいるのよね、うんうん、ただやっぱりその難しいのよさっき言ったそれこそ幸恵さんの、うん、あのね、部分隠した部分は一応隠してるから、はい、言うだけだそうね部分ことわざの部分とか隠してるから、はい、ね、結構ムービーメーカー Windows にももともと入ってる動画編集ソフトがあったけど、はい、ムービーメーカーではちょっとねさすがに無理で今回新しく買いました、うん、動画編集ソフトをねいやゆかさんの私コメンテーターさせてもらってますけど、うんうん、ゆかさんの皆さんに対する愛が大きい、うん、それを感じましたよそういうムービーメーカー買ったっていうのと、うん、プラスカメラマンさんを呼んでるでしょ、うん、で ああいう場でセミナーしてる風景を撮ってもらえるって、うんうんね、すぐ告知とかに使えるし、そうなかなかないですよ私らもないじゃん、うん、講座したての頃なんか特にないですよ、うん、だからねいやもうあれはでも本当に今見ねなおかさん本当にありがとうございます本当にね来ていただいてねうん、あれはね本当にパッて浮かんだのあー撮ってほしいって、うんうん、でそれもあったっていうのめちゃ財産そうだごめんねいや1回目の方ごめんねっていう3回目坂道は3人ね、うん、1回目のね3人はちょっと撮ってもらえてないんだけど、うん、まあねこれからもぜひ誰かねそういうカメラマンさんがねそうやってつながりも持てたらいいだろうなって、はい、うん、思うので、うん、ましたね、やっぱり全然違うもんねプロが撮るね、うんね、でお客さんがいっぱい後ろからパッと撮ってもらったり ね、 そう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 めちゃくちゃいいと思う私は変な顔なんですけどあとね私前言われたのカメラマンに、うん、藤野さんのセミナーしてる最中の写真は撮りにくくってしょうがないって言われた、でもセミナーしてる時って大概ブサイクに写りますよねでも今回みんな可愛かったでしょ、うん、そうなのよあみんな元が可愛いいや顔表情とかがなんか、うん、私やっぱきつい顔して喋ってるのかな、うんうんうん、まあいいやってことではいまた来週もねちょっとこの抱っこの話をさせていただきたいと思います、はい、この望みを叶えるカラーメッセージどんどんどんパフパフパフ、はい、今日はその12日の発表で、うん、まあ、来週ちょっと話が出るかもしれないですけど、ともちゃんともちゃんそうともちゃんもね2日前に急にセミナーしてって言われたんだよねそう、その急に言われたともちゃんが前回だいぶ前6月ね、うん、もう1回目の、ね、に発表されましたよね、うん、でその時もコメントさせてもらって、うん、でその間に1回抱っこのセミナーそう本ちゃんをやったんですよね、その時の写真を見た時に真っ黒だったんですよねでそのことについてここのカラーコーナーでダメ出しをした珍しく私ダメ出しをしましたっていうねじゃあそれをちゃんと聞いて見てねくださって今回ね白ピンクやったっけ、うん、
白いのね、うん、あのジャケット、うん、そうちょっときついね言ってたけどそうや急にこれでってなってからきついねんけど、うん、もう白にしてきたってじゃあやっぱり見ててね真っ黒のスーツで話をしてるともちゃんと、うん、あのジャケット、うん、白いね淡い色で喋ってるのとではやっぱり違うんですよ伝わり方が、うんうんうん、聞いてる方の人たちの伝わり方も違うし喋ってる本人の伝え方も変わってくるんですよね、まあ、それをもう本当に感じました。でやっぱり触れるとか抱っことかっていう内容をされるのであれば淡い色をされる使われるってめちゃくちゃいいよなっていうのは思います。なるほど、まあ、真っ黒のゆかさんだから顔が多分きつく映るんですよ。ああそうかな、うん、その可能性もめっちゃある。あの黒は反射しないから、うん、あの飛ばないじゃないですか光が。だから明るい顔に映りにくいですよ。私大会ジャケット黒がこう、うん、だからここに本当に白に面積を入れたりとかして顔を、まあ、私前回ねパーソナルカラーの話をしましたけど本当顔の色が変わってるから今日私白だから可愛いでしょほら白着たらいいんですよ白のジャケットとか、うん、で白でも似合う白が似合わない白があるんですよ。あ、違うの？まあ、じゃあそれ先生のとこ行こう。そうそうそう、うん、なのでそういうちょっとした、うん、色の違いで与える印象が全く変わってくるのでセミナーされる講師の方であればそのお話の内容によって、ね、うん、まあ、工夫されたらいいかなっていうのはやはりあやりと思いました。ともちゃんを見て、うん、やっぱそうか、うん、なかなか、まあ、白白ね、うん、写真写りもめっちゃ良かったでしょ。あ、そうか、あ、良かった、めっちゃ良かった、めっちゃ良かったでしょ。あれジャケットのあれにもよると思う。そうか、うん、じゃあ今度白にしてみようかな、うん、おすすめ2月にあるしてみようかな了解しましたせーで、いや、なんでやねん、するするする、いや、冬の白は結構難しいんだよね。確かに、はい、はい、ではママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報載ってます。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますので、うん、ぜひご覧ください。ではまた来週お目にかかります。さよなら。